美馬学は、千葉ロッテマリーンズに所属する茨城県北相馬郡、藤城町出身のプロ野球選手。宇藤左だ。愛称は、美マッチ。妻は、女優のサントスアンナ。藤城町立藤城中学校時代は、軟式野球部に所属し、第23回全国、中学校軟式野球大会ベスト8の成績を、残した。同県出身の同い年で、中学時代は、 野球部だった大相撲第72代横綱、稀勢の里博と対戦経験がある。藤代高校進学後は1年からレギュラーとして活躍。2年春には選抜に出場するも、夏からは怪我を繰り返し、一類手として起用されたこともあった。高校の2年先輩には伊坂良平がおり、後の中央大学進学はそのつながりで、なんとか入れた感じでしたと後に語っている。 中大進学後は、公式野球部に所属。大学でも怪我に悩まされ、2年時と4年時には、肘の手術を経験した。4年春には13試合中10試合の当番で2部優勝に、貢献し、MVP を受賞した。1年先輩に、村田和也、2年後輩には、沢村拓一、遠藤はじめ星、3年後輩に、井上春近がいる。東京ガスに入社後も、 怪我のためスタートが遅れるが、都市対抗予選では、クローザーとして4試合を無失点に抑える投球で、本戦出場に貢献。江木田大輝は同期で、プロ入り後も自主トレを一緒に行う中である。2010年の NPB ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから2巡目で指名。契約金7000万円、年俸1200万円という条件で入団した。 入団当初の背番号は31。指名の直後には、甲州アジア大会へ、日本代表の一員として出場すると、銅メダルを獲得した。2011年、新人で唯一開幕一軍入りを果たすと、4月23日の、対北海道日本ハムファイターズ戦で同点の9回表に、当番。1イニングを2脱三振を含む三者凡退で忍ぐと、その裏に、 チームがサヨナラ勝利を収めたことによって、プロ初勝利を挙げた。しかし6月に右肘に痛みを感じて、登録抹消となり、3ヶ月の治療を経て2軍の最終戦で復活した。2012年、監督の星野千一のアドバイスがあり、肘の負担の少ない先発に転向する。2軍で4試合に登板し、25回に3を投げて1勝2敗。 防御率3.16の成績を残し、一軍昇格。4月26日のオリックス・バファローズ戦でプロ初、先発。5月13日の対オリックス戦でシーズン初勝利。5月28日の東京・ヤクルトスワローズ戦で交流戦初先発、プロ初関東勝利を挙げた。9月は先発ローテーションの先頭となり、エース級とばかりと当たったため4戦全敗となったが、 シーズン最後まで先発ローテーションの座を守って、規定投球回に到達し、8勝10。2013年、前年に引き続き先発ローテーションに定着し、5月上旬までに4勝を挙げるが、リーグワーストの非本塁打を記録するなど調子は良くなく、5月23日の対読売ジャイアンツ戦では1回6失点で降板し、翌日に一軍登録抹消。 7月28日に一軍登録され、先発ローテーションに復帰したが、10月4日の対埼玉西武ライオンズ戦で右肘に、違和感を覚えて2回1、3で降板した翌日に再度一軍登録ましょう。2週間後の10月19日に一軍復帰し、同日の千葉ロッテマリーンズとの、クライマックスシリーズファイナルステージの、第3戦に先発登板。安打4。 三塁を踏ませない高頭で、プロ入り初完封勝利を収めた。巨人との日本シリーズでは、第三戦で、先発登板。6回裏、安倍晋之助の投手教習安打の打球を足首に、受けて降板したものの、5回に、3を投げて4安打無球無失点の内容で、日本シリーズ初勝利を挙げる。その後、三勝三敗で迎えた第七戦でも先発し、六回、無失点に抑えて、 今シリーズ2勝目。チームは球団初の日本一となり、美馬が MVP に選出。10投球回以上を投げて、無視点は日本シリーズ史上5人目。初出場投手としては史上2人目。2014年1月10日には出身地の鳥出市から市特別航路を表彰を授与。同月12日には共通の知人による紹介で3年間交際してきた。 サントスアンナとの結婚を発表した。前年の日本シリーズ MVP や結婚で、さらなる活躍が期待されたが、2勝9敗に低迷した。2015年、なかなか高騰しても勝ち星がつかず、6月3日の東京をヤクルトスワローズ戦でようやくシーズン初勝利を記録。8月2日のオリックス戦で3勝目をマークするも、右ヒーチの違和感を訴え5回を投げ終え降板。その後、 右肘の関節炎と診断され、9月1日に右肘のクリーニング手術を行った。これで肘の手術は学生時代を含めて4度目となる。東京ドームにて2016年開幕5戦目のロッテ戦に先発。わずか96球で3発3安打に抑え、シーズン初登板をプロイリアと初のカンプルで飾った。96球は 球団史上最小投球数での関空で、今季両リーグ通して、最初の関東、完封勝利投手となった。その後も、シーズンを通して先発ローテーションを守り4年ぶりに、規定投球回に到達して、自己最多の急勝をマークしたが、交付調の波が激しく防御率は規定投球回に、到達した投手の中で、ワースト2位の4.30だった。2017年、 前年まで4年連続で開幕投手を務めてきた乗本が開幕前のワールドベースボールクラシックに日本代表として出場したことや乗本に代わって開幕投手に内定していた岸高幸が開幕直前にインフルエンザ B 型への感染で登板を回避したことから3月31日の対オリックス戦で初めて開幕投手を務めた。球団では岩隈久志一 安博、田中正弘、森本孝弘に次ぐ歴代5人目の開幕投手であった。結果は6回3失点で勝敗はつかなかったが、次に登板した4月8日の対ロッテ戦でシーズン初勝利を挙げた。それを皮切りに5月13日の対ソフトバンク戦でシーズン初黒星を喫するまで先発登板5試合で4勝をマークした。 楽天の投手が一軍公式戦の開幕投手を務めたシーズンに開幕から4連勝を記録した事例は球団史上初めてであった。以降の先発登板試合でも6月30日の公式戦終了時点で NPB 全12球団の規定投球回到達投手としてただ一人1点台の防御率を記録するなど概ね好調を維持した。 7月1日の対ソフトバンク戦では、プロ入り後自己アーストの10失点を喫して6回、途中で降板したが、公式戦前半戦での活躍を背景に、オールスターゲームにパシフィックリーグの監督推薦選手として初めて出場。7月15日の第2戦で3番手投手として初登板、初勝利を記録した。8月5日の対ロッテ戦で9勝目を挙げてからは、 先発した4試合全てで勝ち星を挙げることができず、足踏み状態が続いていたが、31歳の誕生日に当たる9月19日の対日本ハム戦で、自身初のシーズン10勝目を無四球完封勝利で記録した。最終的に11勝8敗、防御率3.26の好成績を残し、チームのクライマックスシリーズ進出に貢献した。チームのレギュラーシーズン3位で臨んだ。 クライマックスシリーズでは、西部とのファーストステージ第3戦に先発登板し、勝敗はつかなかったが4回に3を1失点に抑えて、チームを4年振りのファイナルステージ進出に導いた。ソフトバンクとのファイナルステージでは、第5戦で先発を任されたが、4回途中後、失点という内容で敗戦投手になったため、チームは日本シリーズへの進出を逃したが、 レギュラーシーズンでの活躍を評価され、前年から3000万円増の推定年俸8000万円という条件で契約を公開するとともに、背番号を15に変更することを発表した。2018年3月30日にロッテとの開幕カード第2戦で先発を任されたが、3回途中、5失点で降板するなど不調だった。 さらに打線との相性の悪さも重なった影響で、シーズン初勝利は7回無失点と高騰した6月17日の対阪神タイガー,アース戦まで持ち越された。7月17日の対ロッテ戦で2勝目を挙げたものの、後に右肘いち内屈筋付着不縁を発症。一時は、出場選手登録を抹消されながら一軍に帯同しながら調整を続けた。 8月2日の対オリックス戦に再登録され5回に失点と試合を作ったものの、試合後右肘の別の箇所に針が見られたことから、再度登録を抹消。8月16日に右肘後方インピンジメントへの強視化手術を受けたため、以降のシーズンはリハビリに専念した。結局、一軍公式戦には通算14試合の登板で2勝6敗。 防御率4.56という成績にとどまった。2019年、先発陣からのりもと高弘と騎士が相次いで戦線を離脱するチーム状況の中、開幕から先発ローテーションの一角を維持。4月20日の対オリックス戦ではシーズン2勝目を挙げるとともに、チームの一軍公式戦、通算900勝達成に貢献した。 6月2日の対ソフトバンク戦では6回1死まで1人の走者も許さない高騰を見せた。開幕後にやや打ち込まれていたことから、防御率は4点内と安定感を欠いたものの、前半を終えてチームトップの5勝を挙げたこと、乗本や騎士が離脱している中で唯一開幕から、先発ローテーションの中心として活躍してきたことを評価され、オールスターゲームに、 パリーグの監督推薦選手として2年ぶりに出場した。チームのレギュラーシーズン86試合目に当たる7月19日の対ソフトバンク戦では8回まで一人の走者も許さない高等を見せていたが9回に先頭打者赤石武氏への支給で完全試合、続く代打栗原良也の左前安打でノーヒットノーラン達成の可能性が消滅した。 西三塁から神林生活に敵地三塁打を許したことで完封もがした。それでも2安打1よし91失点という内容で9回を投げ切った末に、このシーズンではチームで初めての関東勝利を記録した。防御率は4.01とやや不安定だったものの、シーズンを通して先発ローテーションを守り切り、チーム二位の発祥を上げて、チームを二年ぶりのクライマックスシリーズ進出に、 貢献した。また、自身2年ぶり勝ちチームで唯一規定投球回に到達するなど復活のシーズンとなった。10月27日、シーズン中に取得した国内フリーエージェント権の行使を表明した。巨人、ヤクルト、ロッテが獲得に動いた。2019年11月25日、千葉ロッテマリーンズが獲得を発表した。契約期間は3年で、 推定年俸総額は5億円。背番号は楽天時代と同じ15。同年10月12日に誕生した第一子が右手首消し損傷という形成不全を抱えていたことから家族が住む関東の球団への移籍を希望していたこと。そして今は過去に右肘を6度手術していることから医療面のサポート体制を重視。千葉県に本拠地を置き2020年により 順天堂大附属委員と系列の浦安病院と提携するロッテへの移籍を決めた。2020年、開幕戦の相手が前年相性の良かったソフトバンクであることや、経験を買われ、自身3年ぶりの開幕投手が内定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で開幕が1ヶ月以上延期したことや、左脇腹痛とコンディション不良により白紙、 最終的に開幕投手は2年連続で石川歩美が務めることとなったが、見守も開幕から先発ローテーションに入り、6月21日のソフトバンクとの開幕カード第3戦で遺跡後初先発。5回1失点で遺跡後初勝利を挙げた。7月5日の大楽天戦では、史上357人目の通算戦闘9回を達成するも、5回に3を5失点で、 敗戦投手となった。その後は7月21日の対西部戦、7月28日の対楽天戦と2週続けて6失点するなど、7月は月間防御率7.15特性。しかし、8月以降は安定した投球を見せるようになり、8月11日の対日本ハム戦以降、10月1日の対西部戦まで、 FA 遺跡1年目の選手としては2012年の杉内俊也に並び最長となる7連勝を挙げた。8月25日にはフルス楽天相手に3度目の先発、6回4失点で勝利投手となりパリーグ全6球団勝利を飾った。これでレギュラーシーズンでは巨人を除く両リーグ11球団勝利となった。最終的には自身3年ぶりの2桁勝利となった。 二年連続で規定投球回にも到達し、チーム4年ぶりの A クラス入り、クライマックスシリーズ進出と13年ぶりの2位に貢献した。また、パリーグ規定到達者の中で唯一シーズン4球0を記録した。これは2005年にソフトバンクの杉内都也が達成して以来15年ぶりとなった。対ソフトバンクでは5勝1敗、防御率2.7%。 2点リードの6回1死に3塁で降板し、後続の投手が守備のミスも絡んで失点。ミマの記録は5回1、3を3失点で、勝敗はつかなかった。ミマは169センチメートルと小柄ながら、スリークォーターから平均球速約時速144キロメートル、最速時速153キロメートルのストレートと、スライダー、カーブ、シュート、 フォークを武器とする先発投手、社会人時代は主にクローザーを務めた。速球の評価が高いが、高校までは変化球主体で投げており、速球だけで抑えることよりも変化球も使うことに、ピッチャーとしての魅力を感じていると語っている。中央大学時代、ウェイトトレーニングのおかげで体重が 15kg 以上増量した。関節の怪我が多いため、 正しい動作を体に覚えさせるための肩甲骨のトレーニングをしている。インコースを果敢に攻める投球が持ち味でもあるが、死球となるリスクも当然高く、過去には危険球退場処分を2回受けている。前日の通り、三と東京ガスの同期である、江ノ木田大樹とは、親友同士であり、2012年に先発転向を悩んでいた時は、その方が肘の負担も少ないし、 いいんじゃないと言われた。東京ガス時代はエノキダが先発で、ミマがリリーフだったが、この先発転向により二人の役割が入れ替わった。宮城球場では13連敗を喫するなど、2015年まで先発で32試合に投げて3勝17敗と相性が悪かったが、2016年は5月4日2112日ぶりに、コボスタジアム宮城で勝利。 この年だけで6勝を挙げた。西武ドームでも、プロ入りから2016年まで、先発5試合の当番で0勝3敗と苦手に、していた。しかし、2017年5月6日に初勝利を、記録したことによって、この年の開幕からの連勝を4、に伸ばした。2017年に開幕投手として臨んだ、オリックス戦とは相性が良く、2016年には、 先発当番4試合すべてで QS を達成したほか、2勝0敗、防御率2.60という好成績を残していた。また、2019年から2020年の間、ソフトバンクとは14試合で8勝2敗と、大幅に勝ち越しており、特に2020年はシーズン中に上げた10勝のうち5勝を、ソフトバンク戦で上げている。2017年オフに、 背番号を31から15に変更したが、15番は、闘病している母親の誕生日である1月5日に由来し、今からの母親へ、最後の恩返しであると妻であるサントスアンナのインスタグラムで公開された。なお、母親は、同年12月8日に逝去した。2019年10月に長男が誕生。長男は、先天性死死血損傷で、 右手がないことを明らかにしている。初記録、投手記録、打撃記録、説明の記録、その他の記録。ありがとうございます。